最高期、北山初完封で3連勝。先発投手北山幸喜。本当に飛ぶボールが配球されたのか今日の6試合でわかるだろうな。しかしまあ二塁左翼以外はほぼ固定できてるからここ2年と比べるとだいぶ違うな。今日は奈良間に期待したい。1回表北山ランナー背負うも0点に抑える。まだ2球だけど北山良さそうやな。球走ってるな。3試合連続でコントロールがいい北山とか去年はなかったな。北山いいねー。プロフェッサー系、最高期だね。松本傲慢なみ中世の連続安打で初回先制きたー。先制きたー。おーすげー。選手会長激走。エイドマンチュ。簡単に点取るじゃん。あっさり先制素晴らしい。松郷万波打つと心強い。日ハム北山幸喜3回まで35球3奪三振無失点ピッチング。素晴らしい。右方変化球で三振取った。いいフォーク。あのストレートの後にこの球は打てないよね。これはエース北山。投げてる球は超一流だよな。あとは体力がつけば。変化球がこんなに使える北山になるとは。日ハム北山幸喜6回89球5奪三振無失点。まだ出力あるな。まだ150出るんか。すごいぞ。北山も弱々しさがだいぶ消えたね。頼もしくなってきたな。北山すげえ。奈良間ナイス。奈良間ナイスやどんどんアピールしてけ。そろそろ追加点頼む。北山7回をわずか7球の三者凡退で抑える。サクサク終わったー。最高の省エネ。今年の水野は飯山さんだわ。水野ええぞ。北山すげえ。8回北山10球で三者凡退。最高期予約。もしや完投する続投来たかさすがに9回は正義だろうけど。うわぁすげえ北山神ピッチだ。大エースのような北山。素晴らしい。ひょっとして完封してしまう ?9 回行ってもいいんじゃない。8回裏井蕎麦田激走松本剛の値千金タイムリー来たー。来たー。うおー。会長、剛は神。磯蕎麦田の足。ダイソー大成功。采配が的確すぎる。磯蕎麦田ロケット射出成功。かなり前進守備だったのに。磯蕎麦田それ帰れるんだ。磯蕎麦田以外にそれで帰れる選手ハムにおらんだろ。久々に言わせてくれさすごう。北山完封へのお膳立ては整った。日ハム北山幸喜プロ初完封勝利最高期きたー。北山完封勝利おめでとう。完封しちゃったよい。やべえシーズン序盤なのに泣きそう。これは大エース。まさか伊藤加藤より先に完封完投するとはローテ入れるかどうかの立場だったのに。この勝利の価値やばいね。土曜日勝利連勝初完封がチパ温存。北山がここまで覚醒するとはな。昨日のゴースケも良かったけど今日の北山完封もやばいな。北山今月ワンチャン MVP いけるか。日本ハムとんでもないエースが爆誕してしまう。先発転向1年経たずに完封してしまう北山。中継ぎも全員温存して勝ってしまった。神ピッチだわマジで。最後渾身のストレートで三振はマジで痺れた。これはすげえ。9回でも球威落ちてなかった。最後の角中の空振りは優勝した時みたいな雰囲気だったな。あっぱれ。さあ北山投手の完封という最高の形で連勝を飾った日本ハムですが、今日の3戦目加藤投手に初勝利をつける援護を見せてくれるのでしょうか。ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。